恋愛曲系ハイスクールは、荒井明、著、ブー、イラストのライトノベル。ファミツー文庫館。高校生活を送るにあたって前もって、女子と両関係を築き上げるという、淡い希望を持っていた、タカオス。恋愛禁止の学校に転校を余儀なくされた。寮での新たな生活は女子に囲まれこれは、ガールフレンドを作るチャンスだと色めき立つ。しかし、規則を違反したのには、 死刑が待っている。加えて、天候前に起きた身に、覚えのない事件以降、高尾スの体にはもう一人の魂が雇っていた。15歳。9月9日生まれ、乙女座。血液型は A 型。本作品の主人公。格闘技などの経験はないが妙に努力が強く、不良に絡まれたのを帰り討ちにしたことをきっかけに、逆恨みによる報復を延々撃退し続ける。 中学時代を送ってきた。その割に、本人の性格は歪むこともなく至って普通の男子高校生だが、髪だけはなぜか金髪に染めている。口述のルシアに憑依されている。彼女が高オスの邸で暴力事件を起こしたため、母親の計らいで、幼馴染の出雲栄子ともに、物語の舞台である極刑学園に転入することになる。一巻の段階では、 ルシアの特殊な体質の影響を受け、女性に近づくだけで鼻血を出して気絶するという難儀な体質になっていたが、ルシアと医師の疎通ができて以降その体質は改善されている。またそれとは別に、幼少期には時折性別が変化してしまうという奇妙な体質を持っていた。物心ついた頃には、すでに収まっていたが、2巻で、それが、再び表出し一時的に女性になってしまう。 ルシアの得意体質を支中に収めんとする異能集団、影を司る者に身柄を狙われ、騒動に巻き込まれた過程で彼らの使う超能力、黒い亡霊を使えるようになる。黒い亡霊の能力は他者の黒い亡霊を破壊し完全に消滅させるというもの。現在は黒い亡霊図解の時系集団、フランの12人に所属している。16歳、12月24日生まれ、 ヤギ座、血液型は A 型。風紀委員会委員長。高雄の重視。立子コ美の次女である。恋愛小説のフリークだが、立場を気にして周囲には隠している。中性的な口調で喋るが、独特のイントネーションなのか作中では、カナ、ダイオなど、時折語尾がカタカナになる。刀に宿すことでその力を増す、黒い亡霊。 巨構の武士道の使い手で、普段の12人に所属している。15歳。8月1日生まれ、獅子座。血液型は B 型。竹村流柔術という格闘技の継承者で、16代目、竹村幸秀才を襲名している。竹孔成子とは、いぼ姉妹の関係。竹村流柔術継承の際、実の父親である15代目。 竹村幸秀ユイコール竹村秀幸を殺めている。母も亡くなっており、家族と言えるのは赤音のみ、極刑学園の警備を行っている。タカオスの才能を見込み竹村の技を託そうとする。最初は黒い亡霊の使い手ではなかったが、影を司る者襲撃をきっかけに、殴った者に生命力を与える。黒い亡霊、千変万化の拳を持つようになる。14歳。 8月1日生まれ、獅子座。血液型は B 型。父親は、聖子や葵と同じ竹村秀幸。母は、天崎夢二。父を亡くした経緯から葵に対しては辛く当たるが、母の遺言から1ヶ月に一度食事を一緒に、するようにしている。またその九段の周辺事情により極度の男性不信に、陥っている。聖子に対して盗作した。 恋愛感情を持っていたが、女性化した高オスに心移りし、その後余曲節を経て、男性の高オスにも強烈なアタックをかけるようになる。フランの12人の一員で、重厚な甲冑を模した黒い亡霊、混合席の守護騎士を持つ。15歳。8月30日生まれ、乙女座。血液型は AB 型。過去の経験から失語症の嫌いがあり。 ガリガリ博士という名の人形をいつも持ち歩いてその人形による福話術で会話する。高押たちとの関わりの中で自分の言葉を取り戻す。多くの人形を操って動かすことができる黒い亡霊、命ある人形の秘宝の使い手。フランの12人に所属していたが、一貫における事件の天末で転校してしまった。19歳。6月6日生まれ、乙女座。 血液型は O 型。縦溝メイド養成所で鍛え抜かれたプロのメイド。現在は縦子を美の指示により高スの身の回りの世話役として派遣されている。髪が白く、瞳が赤い。サオリンと呼んでもらうのがとても好き。興奮すると胸が最大3.3倍まで膨張する。所持しているアタッシュケースからこんなこともあろうかとのセリフとともに、 様々なものを取り出す特技を持つ。高雄巣と同い年の幼馴染みで、高雄巣のことを親瓶と呼んで慕っている。巣という口調が特徴。どう見ても小学校低学年としか思えない、プチサイズな外見の持ち主で、身体能力も外見相応。静かの弟子と称しており、常に白衣を羽織っている。生物学関係に造形が深い。料理上手。十一歳。 10月11日生まれ、天秤座。血液型は A 型。高オスの母親で開業医をしている。夫は16年前に死去しており、高オスを女で一つで育てたらしい。年齢にしてもなお若い外見の持ち主。マッドサイエンティストという側面を持ち、様々な怪しい発明をする傍らで、いくつかの特許も持っている。 相手の行動をすべて見透かしたような言動を取るため、高雄に苦手意識を持たれている。鶴木実子のペンネームで小説を書いている。立子、正美の娘、長女、聖子の姉。右目の瞳が赤く、左目は眼帯で隠している。4年前に死亡したことになっていたが、影を司る者として、高雄たちの前に姿を現す。瞬間移動の超能力を有する。 聖子と秋菜、葵と赤恩の父。十五代目、竹村幸秀才。二年前、竹村流柔術の継承をかけて、葵と戦い、その際に死亡している。聖子と秋菜の母。静香の姉で高雄にとってはおばにあたる。竹村秀幸の本妻。極慶学園の原理事長であると同時に、普段の十二人の主催者でもある。高雄に取り付いている少女。 何者かに裏切られ、殺されたらしいのだが、現在は記憶の大半を失っており、詳細は不明。人間とは別の生命体であり、存在するだけで付近の男性には死病を、女性には超能力、黒い亡霊を発現させるという特殊な性質を有する。自身も、怪力と、驚異的な敏瘍性を発揮する、影防止を呼び出す、黒い亡霊、偉大なる皇帝を持ち、 黒い亡霊に関しては、斧が最強だと言ってはばからない。頭の左右に角が生えている。自身が殺された天末を知るために、高オスの体を使って行動しようとする。高オスの転校前のクラスメート。線の細い清和で素直な少年。高オスの数少ない親友。15歳。11月7日生まれ、サソリ座。AB 型。影を司る者の一員。 影から影へと飛び移り黒い弾丸を発射する黒い亡霊。村の中の鉄砲魚を操り、高オスをさらおうと襲撃した。バストは G カップ、H カップ。常に金欠気味。15歳。2月1日生まれ、水が座。血液型は O 型。鈴切りむつみと同じく影を司る者の一員。神経ガス様の物質を散布して相手を拒奪させる。 黒い亡霊、命定する接吻の持ち主。二巻で鈴切リム罪とと共に、高オスたちを襲った。重点特化の副作用によって言動が不安定になっている。作中において、黒い亡霊など一部の独自用語は、で囲まれている。ありがとうございます。